新玉ねぎっていう種類、え、新エヴァンゲリオンみたいに上位岡とかじゃないの？大丈夫か、なんでこんなことになったの？待って、俺牛乳買った記憶ない。この10分間で耐熱皿を作るぞ。あ、どっち、コンソメに近いのどっち？やっていきます。意外とうまそうでしょ。よし、よいしょ。というわけでラザニアなるものを作っていこうと思います。今日はこういうさ、まず小麦粉やし、はい、小麦粉、はい、カットトマト、ソース、はい、そしてニンニクで、これを使うらしい、ナツメグ、よー、これ葉っぱ、なんだかわかんない、これなんだかマジでわかんない。で、生クリームですね。ホワイトソースを作るらしいので、ホワイトソース用の生クリームを買ってきました。ボン。で、人参、まあ、じゃあ人参で、玉ねぎで、牛肉だけがなかったけど、まあ牛肉、豚肉のひき肉、そしてチーズに赤ワインですね。というわけでやっていこうと思います。ラザニア作り、よろしくどうぞ。まずミートソース作りから始まると、オリーブオイルに、みじん切りをしたニンニク、玉ねぎ、人参を炒める。これ今回長いかも、大丈夫かな。食材が余るんだよね、毎回。で、今回料理配信をするのは、まあ、2、3日後に、ママとばあちゃんが来るの、家に。それなんか作ってもらおうかなっていう、余った食材でね。はい。で、2分の1本ってどうすりゃいいんだ？こうか？こういってみようか。よし。で、このニンニク一かけもみじん切りにしますと。うひょー！ニンニクうま、もううまいやん。匂いが何？ラスト、玉ねぎですね。玉ねぎ買ってきました。え、なんか柔らかいよ。あれ、玉ねぎって柔らかいっけ？新玉？甘みが多い。へぇー！やっぱそうなんだ。新玉ねぎっていう種類、え、そうなの？え、新エヴァンゲリオンみたいに上位岡とじゃないの？おい、いい玉ねぎ買ってきたと思ったわ。え、待って、すげえ新玉、ほら双子だよ。新玉は生で食べれるよ。食べねえよ別に。おお、本当に食べれる。あ、辛くないね。玉ねぎのみじん切りってどうすんだ。まあ、一回一個一個やっとくか、とりあえず。人参のみじん切りってどうやってやってるんだよ。もうできるだけ気をつけるか、こいつを。なんかリストカットみたいになっちゃってる。大丈夫かな。すごい病んでる人参みたいになってるんだけど。いつも料理してるとき思うんだけど、みじん切りって結局みじん切りになればいいから、切り方とかないと思うんだけど、なんかね、でかいところから適当にみじん切りを始めると、だるいんだよね。だから今回は工夫をして、メンヘラ人参にしてから、みじん切りを始めます。あ、ダメだ！ああ、この作業を逃れられないんだ、俺は。なんなんだ、料理って。柔らかい、すごい新玉って。あっ、メガネを貫通してる。このためのメガネなのにさ、もはや
小麦粉見えてるからまさかとは思ったけど終わったやん。終わってねえよ。めちゃめちゃ順調だろうが今。その包丁の使い方は何なの？何？どういうこと？みじん切りでこれ以外の包丁の使い方は何の？てかねえ、義務教育だからといってみんなが包丁を触らせてもらえるわけじゃないからね。俺はだって家庭科の授業の時包丁なんて女子に触らせてもらえなかったもん。ゆうややめてって言われて。誰でもできねえんだって。ふざけんなよ。できねえところがスタートするっての理解してほしいもんだよね。マジで俺そう思ってみると何もさせてもらえなかったな。なんか理科の授業みたいな感じでアンモニアの授業とか出てくるとさ、マジなんか危ないんでこぼすとかね。すばらくんやめてくださいみたいな。でもさ、理科の授業とかでさ、なんか劇薬みたいのを書くときはこうやってくださいみたいなのあんじゃん。あれフリーでしょ？これアンモニアこうやって書いてさ、一日もうその日の給食の味しなかった。嗅覚がいかれたもん。よし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 、いいみじんができました。牛ひき肉を加えて色が変わるまで炒めたら、薄力粉を加えて全体的に炒め、音符マークというわけで。牛肉、ちょっと待ってよ、多いよな絶対。3、4人分や。多い、そりゃ多いわ。玉ねぎ全部やってた。まあいいか。というわけでいきまーす。日に分けて食いゃいいんだわ。大丈夫？なんか。オッケー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 。あっちゃっ！楽しい。楽しいぜ！レッツゴー！ちょっと待ってくれ。俺料理うまないかーなんか箸だとちょっと混ぜづらいな。こういうの。調理器具だけは多いんだよな。料理配信をするたびに調理器具が増えてくんだけどさ、期間があくからさ、あれあったっけっつって、調味料の管理ができてない。冷蔵庫の中すごい俺。ほら。今まで使った調味料たち。だって余るもん、そりゃ。いい感じになったんで、こっからワインをかけます。イエーもうちょいか。こんなもん結構入れてや。2分ほど炒めた後に丸の調味料を加えて蓋をし、弱火で10分煮込む。待って待って、丸の調味料作ってねえよ。トマト缶、待って、ちゃんとしたやつやん。間に合うか？うん。これいけ。なんでトマト缶でもいっぱいになっちゃったけど。大丈夫かこれ。砂糖小さじ1杯。砂糖小さじ1杯。塩小さじ1杯。醤油小さじ1杯。オッケーオッケー、うるくるうるくる。水 100cc、 ケチャップ大さじ3杯。オッケー、コンソメ1個。やっべえ、俺コンソメ買ってきたっけ。これ何？あ、どっち？コンソメに近いのどっち？左？左ね。左の方がまだいける？コンソメ1個。1個？あの四角いやつでしょ？こんなもんか？もうちょいか？こんなもんか。胡椒。胡椒、少々やめろ。詳しく書け、要領は。
料理なんだから。あー、ローリエ、ナツメグ、粉末じゃないけど葉っぱだけど合ってるか。ナツメグ少々出た、出ました。おう、これちょっとでいいや、あんま好きじゃない。水、トマト缶、ケチャップ、ソース、ソース、ソース入れてないの。うわ、わかんねえ、このぐらいか。 OK、 いや、また調味料増えちゃった。あー、あるし、え、すげえある。で、これを混ぜて、ね、すげえ量多いんだけど大丈夫か。こんななんだけど、なんでこんなことになったの。いや、悪くない、見た目悪くないぞ。今4過程まで終わってるわけよ。で、ここが終わったら次はホワイトソース作りですね。え、でも意外とここまではやる過程は存在するけど、ホワイトソース作りは多分そんなむずくない。オーブンあるよ。オーブンじゃ、オーブン、いや、でもこれでもできるよね。え、これでもできるよね。これがオーブンじゃないんだったらオーブンはないよ。レンジについてね、俺レンジそんな高いの買ってねえからついてねえよ。入れる皿あんのか。この10分間で耐熱皿を作るぞ。いける、一から作る。まずある程度の型を作る。ちょっと待って、これは耐熱だった気がする。耐熱ではない場合もある。でも耐熱と信じよう。俺はその今まで何個も存在している耐熱であるかもしれないという可能性の時に、俺はいつも行くという判断を下していたけど、こいつは耐えてきた。耐熱になってる。もはや。生クリーム大さじ2杯入れます。うん、これ多ければ多いほどいいやつだな。で、粉チーズはちょっと買ってくるのめんどくさかったんで、とろけるチーズで代用します。やっべ、開け方やば、大胆すぎる。チーズも多ければ多いほどいい。美味しい。ここは。これで待ちます。うわ、ほわら、すごい生クリームのパワーが尋常じゃないんだけど。存在感が尋常じゃない、本当に。かわいい。次になったらホワイトソース作りに移行する。行っちゃうか。同時進行。レベル上げすぎか。行くか。ホワイトソース作りに移行します。バター入れて。なんか。絶対にちゃうな。あれ、絶対にちゃうな。これ合ってる？料理で初めてゴールが見えないけどやっている状態。今俺は何をしているの？これ何をしているの俺は。え、すごいいい感じだけど、なんか牛乳を少し加えてよく、え、待って、見て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 、写真雲まんまだ、ほらこの塊見て。え、これ牛乳も入れていいわ。これ天才じゃったか。待って、俺牛乳買った記憶ない。今あるのが、プロテインと生クリームや。牛乳っぽいものないか。ひねり出せ、出らん、無理だ。これはもう生行くしかない、行くしかない。 500cc ないんだったら 500cc にするしかない。調合だ。まず生クリームを入れます。牛乳やってくれ、お願いだから。悪くない！悪くない！
行こう。これは牛乳、これは牛乳。待って、忘れてた。大丈夫そう？ちゃんと水分飛んでるわ。もうちょっと飛ばしていいぐらいだな、これ。おぉ！もう！ねえ、ダマになっちゃうんだけど。これはどういうこと？終わったってこと？小麦粉を増やすは確かにそう。いや、ダマになんないようにかければ問題ない。塩コショウを入れて出来上がり。ここでもう一個また俺はミスを繰り返さないといけないんだけど、コンソメがないから鶏ガラスープを入れます。これマジで良くない。これちょっとね、こっち弱火でちょっと生かしておこう。死んでる。ホワイトソースに時間を増えすぎてラザニアが死んだ。一回火を通しておきます。これホワイトソースなんだけど、これちょっとテイスティング。嘘でしょ。ちょっと待って、ホワイトソースだよ。マジマジ。え、ちょっと待って、こんなことあんの。え、自分でもびっくりなんだけど。え、ホワイトソースだよ。マジだよ。しかもとろみがここまでついてる。ほら、はい、ラザニアのあれですね、生地。これ何？これなんだ？まあでもいいか。まずはホワイトソースをこう塗ります。で、こいつを入れます。やべ、葉っぱ出てきた。で、これちょっと並べます。 OK。 マジでこのクリームソース誰かに食べてほしいな。なんでクリームソースになっちゃうんだろう、俺の料理って。すごい。なんで。そしてとろけるチーズですね。よいしょー。別にせっかち全部入れちゃおう。よーし、行ってこい。みんなさよなら言って。グリルオン。あとは待つのみですね。これさー、いや俺唯一本当に料理配信失敗したのはジャスを呼んだ回なんだよね。それ以外俺は成功だと思ってるんだけど、唯一失敗した回人を呼んじゃったのが間違いなんだよな。俺、本当にそれ以外は成功してるんだよね。今回のも成功してんの、これは。スタートキッチンは俺のコンテンツではない。あれは俺の失敗とは言わない。俺の一番の、環境、設備ってこれだから。どんないいスタジオであっても。ここじゃないと。ここならが俺の料理よ。牛乳忘れちゃったね。まあ、生クリーム買っといてよかったね。生クリームって水入れると牛乳なんだな。じゃあもう一回見ていい？料理かー。いけんだなー。ちょろいです。料理。オープン！ちょっと奥が焦げてるけどギリセーフや。ここに俺の住所が映ってる。住所。バカ。めっちゃこぼれたが。
それでは、それでは行かせていただきましょうか。うん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 、悪くない悪くない、うまそうだよね。うまいぞ。ちょっとラザーが、あれ？ちょっと、主張が激しいな。すんごい歯につくかも、ラザーが。味完璧なんだけど。噛めない。いやー、惜しいな。でも、でも味はマジでうまいのよ。本当に美味しいの。本当に味がうまい。3ミラクルぐらいあったんだけどね。牛乳を買い忘れたところを補正して。他の人が美味しいって言われたら信用できない。そう見えるだろうね。俺の料理の過程を全て見てたらね。でもうめえんだもん。またホワイトデー近辺で料理配信できたらなと思っていますが、するかどうかわかりません。とりあえず今後ともスタミジャパンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました皆さん。